フィルヘルスは腐っちょるね。ジェジェジェ。こんにちは、エドワーズです。8月5日、今日もね、あっぱれな晴天ですね。今日はいい日だ。皆さん、フィリピンしてますか？いや、最近はね、晴れ気味ですね。まあ、ほいでもね、最近ね、この後ぐらいのね、夕方ぐらいから雨が降り出したりしておりますね。まあでも、こういう天気、嫌じゃないね。さて、今何度かなと。33.4 度。暑めですね。ほんでね、湿度が 59% ですね。昨日8月4日の感染者数ですが、合計で6352人ですね。これまたデラドゲア数ですね。6000人を超えてきましたよ。これでね、すべての合計が112593人ですね。こっから回復者などを引きますと、アクティブケースは現在で 44,429人ですね。メトロマニラで3,139人、ラグーナで592人、カビーテで550人、リザールで277人、セブーで261人。メトロマニラだけで3000人超え、どてらいことになっておりますね。しかもね、ラグーナとかカビーテも500人超えてきましたね。ほいでね、回復者が240人で合計で 66,049 人、亡くなった人が11人で合計で 2,115 人ですね。あ、江戸チャンネル2、フィリピンしてますかも作りましたんでね。わー、チャンネル登録お頼申します。チャンネルのリンク先はね、下に貼っときますんでね。今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、イスコマルドショーの YouTube チャンネルからになります。今日のニュース、レバノンでは港の倉庫でガス爆発が起こったようですね。この爆発がかなり大きかったようで、4000人がね、怪我をしたようです。これでね、6人の OFW が怪我をしまして、2人のね、OFW が亡くなったようですね。レバノンといえば現在ね、3万3000人ぐらいのフィリピン人が働いておるところですね。そしてね、フィリピンにイタリアのミラノからね、荷物17個が送られてきたんですね。これがね、トイレ用品ってことにね、深刻ではなっておったらしいんですが、税関は怪しいなぁとなりまして、調べたところね、イタリアのね、ブランド品がごっそり入っておったようですね。これらはね、事件化もされてまして、すべてのブランド品が没収されましたね。これでね、エルメスとかもう高いもんがごっそり入っておったようですね。で、今このパンデミックで行きませんからね、こんなことをしたんでしょうかね。さらにはね、マクラーレンってあるでしょう、あの車の、あれもね、船でフィリピンに輸入しておった人がおったんですね。しかもね、これを普通の車やってね、申告しておったようです。関税ってあるでしょう、あれもね、150万ペソしか払ってなかったようですね。だもんでね、日本円でね、まあ300万円ちょっとってところでしょうか。だがしかし、このマクラーレンはね、3300万ペソもするもんやったらしくて、正しい関税額は1670万ペソかかるらしいんですよ。いや、関税ってこの半分もかかるんですね。そしてね、カビーテでは10年間逃げておった重要指名手配犯が捕まりましたね。この人はね、10年前に妻とおじさんとね、近所の人をばあやめてね、逃げておったんだそうです。まあ10年間もよう逃げておりましたね、この人ね。ほいでね、この人は現在ね、カビーテの魚のね、こう養殖場みたいなところでね、働いておったようですね。そこでね、御用だとなったわけですね。ほんでね、カビーテでは MECQ に戻りましたが、人々はね、GCQ の頃と何も変わらん感じのようですね。同じくね、カビーテのイムスでは、昨日はすでにね、MECQ でしたが、トライスケルもジープも走っておったようです。そしてね、バタンガスのリパシティでは、街全体がね、ロックダウンされておりますね。これはね、8月15日まで続くんですよ。このリパシティでは、パブリックマーケットへ入る際にもね、外出用のパスと、こうマスクと、
フェイスシールドがないとね、入ることもできなくしておるそうですね。フィリピンやとね、このパブリックマーケットはものすごい混雑してますんでね、いや、かなりのね、リスクなんですね。僕もね、最近はもう近所のマーケットへは買い物へには行ってないですからね。なぜって？知らざいって聞かせやしょ。実はね、うちの近所のマーケットの近所でね、感染者が出てしもうたからなんですね。そしてね、リパシティでは149人の感染が確認されております。ほんでね、バギオシティでは市役所がね、封鎖されましたね。これはね、市役所で働きます3人から感染が確認されたようです。現在ね、このバギオの市役所では消毒作業を行っておるようですね。バギオでもね、少しずつではありますが、感染者を増やしていっておりますね。もうこれもしもね、バギオで感染者が他の町みたいに爆増なんてことになってしもうたら、もう無理なんちゃいますかね。ほんでね、ミンダナオのサンボアンガシティでは、セカンドウェーブが来ておるようですね。感染者を増やしてきておるようです。まあ、この原因はね、OFW とマリアから帰ってきた人たちですね。ほんでね、サンボアンガシティでは、現在、624人の感染が確認されておりますね。ほんでね、ミンダナオのコタバトでは、大洪水が起こっておりますね。昨日お伝えしておりますね。ミンダナオではね、大雨降っておるってね、言いましたね。これでね、道がね、もう激流下りみたいになっておるんですよ。車に乗っておってもね、もう視界は真っ白なんだそうです。何にも見えやしない。同じくね、ミンダナオのサランガーニでもね、大洪水が起こっておるようですね。ここもね、ものすごい雨らしいです。まあ、こんな感じですね。ほんでね、ビコールのレガスピシティでは、ジープがね、もうすでに走っておるんですよ。だがしかし、ソーシャルディスタンスになんかね、ない状態のようですね。かなりね、密集してこう、ジープにはね、乗っておるようですね。まあ、こんな感じです。そしてね、フィルヘルスでは、汚職がね、横行しておるようですね。まあ、これなんか経費でなんか買うでしょう。それをね、申告するときに実際よりね、めちゃ高い金額を申告して、その差額をね、自分の懐にね、入れておったようですね。ほいでね、これを担当しておる人が、もうこんなことはやってられへん。フィルヘルスの上層部は腐っちょる。ちゅうことでね、フィルヘルスを辞めたんですね。ほいでね、その人が、フィルヘルスは汚職でまみれておることをね、暴露したんですよ。これでね、ひどいのを紹介しますとね、Adobe Master Collection Software っていうね、アプリがあるんですが、これがね、16万8000ペソするらしいんですね。問題です。この16万8000ペソのアプリをね、なんぼって申告しておったでしょう。正解はね、2100万ペソです。せやからね、2080万ペソを懐に入れておったんですよ。2080万ペソってね、日本円で4000万円以上ですよ。こんなんあります？他にもね、2500万ペソを4000万ペソって申告してたり、50万ペソを500万ペソとかね。で、これをね、やらされておった人は、こんなことを続けておったらフィルヘルスは当然潰れてしまうちゅうことで、今回のね、暴露したんだそうです。実際のところね、フィルヘルスの汚職はね、2年前にもね、明るみになっておったんですね。フィルヘルスはね、病院ともね、グルになってんですよ。架空のね、患者さんを作るんですね。で、実際にはね、入院なんかしてないし、治療なんかも受けてないんですよ。ほいでね、病院がその報告をこうフィルヘルスにしますわね。ほいでフィルヘルスが病院にお金を渡して、自分とこにも分けてもらうと。そういうのがね、横行しておったんですね。だもんでね、病院もね、グルになってやっておるわけですね。そういうことをね、やっておらん病院もね、当然あるんですが、そういうとこへはね、フィルヘルスはお金をなかなか出さないんですよ。最近やとね、なんかこう、事故でこう入院したりするでしょ。それを感染して発症して入院したってね、嘘の申告をね、病院が勝手にしておるんですね。患者さんにはそれ言ってないんですよ。ほいでね、それをフィルヘルスに申告すると。
それでね、病院側にもフィルヘルスの担当するやつもね、がっぽりっちゅうことですね。ほいでもね、これでね、この人が亡くなってしまったんですね。ほいでね、感染したってことになってますから、この人はね、直ちに火葬にしないとダメなんですよ。家族はこの人を感染してないって知ってるでしょ。せやから、あれ?ってことになったんですよね。で、ちゃんとね、この人は検査もして、感染もしていませんよっていうね、証明書を持ってました、境にね。これでね、家族がコンプレインしまして、こんなからくりがあったことがね、明るみに出たわけですね。腐ってますね。この後にね、他にも関係ないことで入院してる人をね、感染したと嘘をついて入院させておった人たちがね、続々とね、出てきておりますね。ほいでね、このフィルヘルスの今までの損失ですが、問題です。なんぼほどになるでしょう。正解はね、1540億ペソにもなるそうです。1540億ペソってね、日本円で3000億円以上ですからね。いやー、これどてらい事件が起きてますね。ほいでね、これ額がものすごいでしょう。これでね、フィルヘルスの中にはやべえ組織の者たちがね、紛れ込んでおるんだそうですね。ほんでね、ケソンシティのティモークでは、吸っちゃいけないものを売っておった4人がね、捕まりましたね。この4人は40万ペソ分のね、吸っちゃいけないものを持っておったようです。40万ペソってね、まあ日本円で80万円ぐらいでしょうかね。で、さっきのね、フィルヘルスの後やから、全然大した額には思えませんね。で、同じくね、ケソンシティでは、ダチョウがね、2匹、街中を走っておったようです。このダチョウですが、金持ちがね、ペットとして飼っておったものが逃げ出したようですね。だもんでね。近所の人たちはね、びっくりしたようですね。で、ここはね、サブディビジョンの中やったんですよ。で、一匹がね、ゲートがあるでしょう。そこへ向かって走っていっとったんですよ。ならまあ、そのゲートにはガードマンおりますでしょう。だからそのガードマンがね、おい、あれ走ってきてんのダチョウちゃうんか。チューってなりましてね、もう一人のガードがゲートをね、閉めたんですね。ほいでね、君は外出用のパスも持ってないから出られへんでって言ったんですね。ほしたらば、ダチョウはね、こう別の方向へ向かってね、走り去っていったようですね。いやー、ほんまにどてらいこっちゃです。ほんでね、同じくケソンシティでは、MECQ ですがね、散髪屋さんとかトライスケルが営業をしておるようですね。多分現在ね、MECQ のエリアでね、真剣に取り組んでおるフィリピン人っていうのはね、かなり少ないでしょうね。これ皆さんにね、聞こえるかどうかわかりませんが、今もね、うちの近所ではカラオケをやっておりますからね。数人がね、毎日カラオケをやってんですよ。聞こえます？今もね、歌ってんですけどね。ほんでね、マリアシティでは MECQ になりまして、400人のトラフィックエンフォーサーをね、マリアシティの巡回をさせるようですね。このトラフィックエンフォーサーちゅうのはね、交通整理なんかを主にやっておる人たちですね。これでね、市民がソーシャルディスタンスをね、ちゃんと取っておるかとか、マスクをちゃんとしておるかとかね、子供がね、外に出ておらへんかっちゅうのをね、しっかりとね、警備するそうですね。ほんでね、昨日ね、日本からの荷物の話オーバーしましたね。それでね、たくさんの人から情報をいただきました。おきに、それらをね、紹介していこうと思っちょります。7月に実際利用した情報ですが、DHL は通常なら4日から7日かかりますが、このパンデミックで約3週間かかりました。LBC バリックバイアンボックスなら通常約1ヶ月ですが、現在は1ヶ月半かかりました。だがしかし、高い費用の航空便で到着便をまだかまだかと待つよりも、鼻から数ヶ月かかる覚悟で安価な船便を利用した方がストレスなくていいかもですよ。なんてったってフィリピンはフィリピンしてますからね。ちなみに EMS は、括弧書類は除く。毎回法外な税金やらを徴収されるので、私は全く使っておりません。続きまして、EMS ですが、6月19日に発送されました。だがしかし、届いたのは昨日8月4日でした。私はセブーに住んでおります。なんだかんだで1ヶ月半以上かかっておりますね。どてらいことです。続きまして、先月21日に日本の郵便局から発送した小さな小包がまだ届いておりません。フィリピンしてますね。
続きまして、先月愛知県の郵便局からマニラへ送りましたが、3週間くらいで届きました。続きまして、今までに EMS で大阪から2回ラスピーニャスに荷物を送りましたが、約1週間で着いてます。直近では7月でした。続きまして、6月の初めにフィリピンから日本へ書類を EMS で送ってもらい、1ヶ月ぐらいで届きましたよ。すぐ届いておる人もおりますが、結構ね、時間がかかると思っておいた方がええでしょうね。メトロマニラないならね、まだ届きやすいのかもしれませんね。田舎の方やとね、マニラから運ぶのにね、チェックポイントなんかの通過なんかもありますさかいにね。マニラから日本もね、1週間ぐらいで届いておるようですね。まだまだね、情報の方はバインバイン募集しておりますよ。なんかこうやってみんなで作り上げていく感じ、嫌じゃないね。続きまして、森夏さんって人からの情報ですが、私はセブーに住んでおります。通常より時間がかかりましたが、セブーへは EMS と DHL が届きました。ブログで書いておるので、よかったらチェックしてみてください。で、この森夏さんはね、わかりやすくブログにしてくれておるので参考になるのではないかと思いますね。ちなみにね、この森夏さん若い女性ですよ。あ、ほいでもね、皆さん、そういう意味じゃないですよ。皆さん好きですね。本当に好きですね。この森夏さんのブログへのリンク先はね、下に貼っておきますんでね。年恋女性ですよ。チャンネル登録お頼もします。それでは、お後がよろしいようで。